本間和は日本のプロサッカー選手。ポジションはフォワードミッドフィールダー。神奈川県横浜市出身。大宮東高校を卒業後、リエゾン、草津などでプレーし、22歳で投。2002年、セルビア一部リーグの FK 町馬車バツに移籍。セルビアで2年半プレーした後、2004年にハンガリーのクラブに移籍。2007年、 1970から80年代に国内カップを2度制した古豪、ディオーシュジュール VTK に移籍した。ディオーシュジュール VTK では背番号99をつけてプレーした。2008から09シーズンは主に左サイドハーフとして出場し、リーグ戦全30試合に出場して8得点を記録した。2009年夏にニーレジハーザ・シュパルタツシュ f c へ。 2010年9月には BFC 大北へ、2011年10月にはフェレンツバーロシ TC へ、2012年9月にはベスプレーム FC へと移籍した。長年プレーしたハンガリーを去り、2014年にラオスリーグのラオトヨタ FC に移籍。リーグ戦18試合中17試合出場で29ゴールという驚異的な記録で得点王に輝く。 その後も2020年までの7シーズンの在籍期間で5度のリーグ優勝、5度目の得点王を獲得し、同クラブだけでなくリーグを牽引する存在となっている。半年間の無所属期間を経て、2021年7月17日にタイリーグ3のサムットプラーカーン FC に加入。ありがとうございます。